はい、皆さんこんにちは。旅食タイランドです。旧市街のお堀を出てドイステープに行きます。ドイステープといえばチェンマイのシンボルともいえる定番観光名所。このお寺は標高1080メートルのステープ山にあり、チェンマイ市内の西に位置します。タイで最も多くの参拝者数を誇る人気寺院です。寺院までは一気に山を上がるので、カーブの多い山道になっています。手前500メートルぐらいで渋滞、駐車場も広くはないので仕方がないです。寺院の入り口にはたくさんのお土産店や売店があるので、見て回るのも楽しいですよ。麓から黄金の仏塔までの行き方は2通り。一つはケーブルカーです。料金は参拝料込みで50バーツ、およそ3分で到着します。もう一つは階段を使って自分の足で登る方法です。それほど大変ではありませんが、段数は306段あります。この階段で一気に上まで上がります。ここからが寺院への参道のようです。左右に2対の邪神ナーガが入り口を守っています。縦に4つの頭を持つナーガは今にも動きそうなほど迫力があります。ケーブルカーがあるのにかなりの人が歩いて登っているのには驚きました。まもなく到着。だいたい15分で到着。ゆっくりでも30分くらいで登れると思います。外国人は右手のチケット売り場で参拝料を支払います。タイ人は無料です。こちらはケーブルカーの様子です。エレベーターと同じようなボックスタイプで仏塔まで3分ほどで運んでくれます。仏塔はこの門をくぐった先にあります。この先は靴を脱いで入らなければなりません。お寺ですので露出の多い服装だと入れません。門をくぐると目に飛び込んでくるのは黄金の仏塔。この位置からの写真がベストポイントです。写真サービスもあるので記念に1枚どうですか。仏塔を時計回りに3周回るのが参拝の仕方です。次はご本尊にお参り。お坊さんに聖水をかけてもらい邪気を払い、聖紙を手首に巻いてもらいます。この黄金の仏舎利塔は羊年の守護塔です。羊年または羊年生まれの人がお参りするとさらに御利益が得られます。光の加減によって仏塔の光り方が変わるので、四方から見てみるといいですよ。周囲にはたくさんの神様が祀られているので、一つずつ手を合わせていきましょう。こちらは長寿をお祈りするところです。炎を命に見立てて絶やさないように油を注いで長寿を願います。祈りの鐘。奇妙な生き物の像が入り口に。展望台手前の以前はなかった立像。建物の後ろや庭にもたくさんの像があるので見つけてみてください。釈迦の遺骨を運んだとされる伝説の白像。展望台からはチェンマイ市内が一望できます。標高も高いので
気持ちのいい風が通り抜けます。ドイステープは朝早くや夜にも参拝することができます。チェンマイの夜景やライトアップされた仏塔はまた違った雰囲気を感じることができます。ケーブルカーの運行は朝5時半から夜9時、階段なら時間を問いません。人も少なくて涼しいのでおすすめです。ゆっくり見て2時間ほど、日が低い午前中や夕方がおすすめです。ドイステープに登らなければチェンマイに来た意味がないと言われるほど有名な寺院です。続いてやってきたのはワット・スワンドーク。場所は旧市街の西の門、スワンドーク門からチェンマイ大学方面へ徒歩20分、ソンテウナドナナ5分。ここはチェンマイ王家の菩提寺です。敷地に入ってまず目に留まるのは白い墓の塔。ラーマ5世の側室の一人、ダーラ・ラッサミー王妃をはじめチェンマイ王家の遺灰が収められています。大小さまざまな仏塔が並んでいて神秘的な場所です。奥には黄金のブッシャリ塔が立っています。この塔は48メートルあり、タイ国の有形文化財に指定されています。ブッシャリは2つあり、1つはここ、もう1つはドイステープに安置されています。言い伝えは日本語と英語でも書かれていました。大本堂はとても巨大な建物で、その装飾も一見の価値があります。大本堂内部は天井が高く広々としています。柱に施された装飾も素晴らしいです。奥には500年以上前に作られたご本尊、聖堂の仏像としてはタイ国内で1:2の大きさなのです。後ろには仏像が祀られています。左手に持っているのは藁でしょうか。あらゆるところにあるレリーフは本当に素晴らしいので、ゆっくり見る価値があります。旧市街から近いので寺巡りの際には必見のお寺です。3つ目のお寺はタイの銀閣寺と呼ばれるワット・シースパンです。銀の寺の名の通り、不殺堂が銀で作られています。銀細工職人が8年かけて完成させた世界初のお堂なんです。残念ながら堂内は女性の立ち入りが禁止されています。一つ一つの銀細工はすべて職人の手によって作られています。奥には黄金の仏像が安置されています。内部の美しさには声も出ません。女性は中に入れませんが、正面から本尊を見ることはできます。本尊から外へ伸びている糸を伝ってご利益を得ることができます。
お堂の外の装飾も素晴らしいので、ぜひ一周回ることをお勧めします。マーケットが開催される土曜日には、ブルーのライトで照らされたお堂の幻想的な姿を見ることができます。左右には地獄を表すような銀細工の壁画。上部には救いの手を差し伸べるお釈迦様が描かれています。銀のお堂に目が行ってしまいますが、こちらが本堂。ランナー様式の特徴のある屋根と金細工が施された本堂です。修復中なのか、残念ながら中に入ることはできませんでした。ガネーシャの像も銀細工。あらゆる障害を取り除く神として信仰され、厄除けや財運向上で人気の神様です。偉大なる神様にお祈りをしていきましょう。お願い事は直接ガネーシャに伝えても叶いません。お参りを済ましたら近くにいるネズミにそっと願い事を伝えましょう。伝えるときには筒抜けにならないように反対の耳を押さえてあげてくださいね。ここには仏塔があったのですが、2022年9月29日に大雨の影響で崩壊してしまいました。500年にわたって建っていた仏塔が崩壊したときに誰も怪我がなかったことは奇跡と言われています。チェンマイ郊外の有名なお寺を回ってみましたが、いかがだったでしょうか。お寺の歴史も調べてみると面白いと思いますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。